マイクラの2次3次サーバーの夏祭り会場に来ております。すいません、ちょっと金アーマーをね、一人だけ金アーマーを着てるんですけれども、見てください、これ見て !2 次3次サーバーがパンパン、もう、すごいですよ、これ。いやー、みんなちょっと待って、Discordのグループ見ていいですか？ちょっと今、みんなどこでどうやって集まってるのか、ちょっと把握しといていい？マジで一人なのは私だけですね。ちょっと待って。今の時点でも一人だけなのは私だけなんだよな。うん、これって、確か自由行動してもいいのかなこれって、これいいのかなやって。これ、あれですよね。律金神社ですよね。すごいな、マジで。これ、賽銭泥棒じゃないんですか？あ、焼き鳥生もの。私もじゃあキノコ入れとこう。すごいな。これが、すごい中身もちゃんとしてますよ。これ入っていいんですかね？これちょっと、怖いな。あ、カップルが。夏祭りにカップルがいる。そんな中、私は一人。すごい。ちょっとこれ多分、順番抜かしちゃいけないだろうな、きっと。順番待ちしますか。なるほどね。うん、ちょっと待ってください。あいさん、ちょっと待ってください。はい、待ちます。かわいい。あれちゃん。浴衣、すごい。素敵です。ね、今、なるほど、ありがとう。浴衣すごい。そう、これ一緒に選んだもんね。それすごい、めっちゃいいですね、浴衣。この方の浴衣、めっちゃいいねって。みんなおのおのやってますね。そしたら、まあ、じゃあ、みんなが行ってる場所に行けば、大丈夫かな。ちょっと行ってみましょうか。かき氷じゃない、これ。違うかな。かき氷だ。うわー、すごい。てか、これ、あれだよな、店員さんの場所だよな、これ。かき氷ください。これはなんだ？これなにこれ？なんじゃこりゃ、これなんじゃ、これ何？そう、ディスコードいつでも見れる場所に、そう、お姉ちゃんといつ合流してもいいように、いつでもディスコードを見れる状態に置いといて。よし。さあ。これ、なんだろう？私、結局なんか勝手になんか一人で、それっぽいことしてしまったけど、別に屋台の人でもなんでもない、なんか、かき氷すいません、かき氷くださいって、言われてた。かき氷ありよう。水戸さんにかき氷あげちゃった。なんで私がかき氷屋さんになってるんだ。なんでだろう。働かなければなんであれ急にバイト始めちゃったちょっといろいろ見て回りたいな。私はちなみになんですけど、美術館とか行くときに一人でどんどん先に行ってしまうから友達に怒られるタイプです。2本打ったらこのボタンを押してね。これは人とやる方が楽しそうだな。いる。誰だろ、これ。すこやかな。いや、やめておこう。ちょっと、あんま触れちゃいけない時間だったかもしれない、もしかしたら。ということで、今日は夏祭り。なんかいっぱいあるんだね。なんかね、現実では夏祭りはあちこち中止になっちゃって。しょいけないねって話してたんだけど、マイクラで夏祭りを楽しみたいと思います。可愛い浴衣、本当に可愛くて、お前さんも可愛いよ。おしゃれだね。すごい不謹慎ですけど、弱ってる浴衣のすこやさん超可愛い。あなた人のこと言えないからね。そうなんです。私たち今日はなんか、わあ、みんな元気だね。うちらはこんな桜の木の下でイチャイチャしてさ。本当だよね。ここも別の意味で触れちゃいけない空間かもしれないからやめておこう。あ、楓ちゃん行くわ、そっち。おお、楓ちゃん来い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 。おーい。あー、楓ちゃんこんばんは。ずっと一人、私だけ一人だったもうね、アッキーナとさ、うん、アイドルさんがさ、手つないで歩かへんのよな。え、手つなげるのマイクラって。あ、いや、近くではなるべく近くにならへんのよなって言って、さっき運営の人らが話してて。いや、一人で回ってる時、この二人見るのめちゃめちゃ辛かったもんなあ、でもいいやろう。うん、やろう。アルスがなんかやってる、うん、何やってるんだろう。誰かタンハイター指示する人は上に登ってみた。ああ、なるほどね。ああ、誰かと、うわー、残酷だ。これ一人でできないんだ、このゲームなるほどね。ああ、組でスイカ割りに挑戦。はい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 。指示出す側、スイカ割る側に分かれて、割る側は赤いスタートラインに立つ。目をつぶり、その場で回す5秒間ぐるぐるする。ああ、なるほどなるほど。こうやってね、物理的に目つぶんなきゃいけないんだ。開いたかな。お、やる。お、やるよ、やろうやろう。やるか。うん。で、これはスイカを割る側が赤いスタートラインに立ってぐるぐるやってスタート。オーケーオーケーオーケー。どうぞ。一緒にやる？一緒にやろう。いいんちゃう、どうぞ。で、私、あれやるわ。うん、で、我々、スイカの両サイドに埋まろうぜ。死ぬくね？まあ、さすがにね。うん。殺しはしないでしょ、先輩だから。スイカに似てんな。似てるよ。俺、スイカに似てるわ。なんのなんのそれ、貴族の遊びじゃんこれチャイカは違うな。功労せとかだったらわかる。チャイカ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 、震えとこ。あ、殺意満々やんこれこう、お、いいね。いけー当たらんなどう？チャイ代わり成功です。やったあ、花火もう始まるじゃん。もう始まるよ。どこどこ、あ、やべえ、席取ってたのに茶番してたらもうこのやっぱこの芝生あたりがいいかな。あ、はい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 、中央から見てねってことだ。ゾロゾロ、いい中だな。もう少し前に来て。なるほどね。木をこよこよ。よいしょ、みんないる。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、誰だ。はい。リツキンだ。あ、運営だ。運営です。運営だ。すごくないですか。いや、よかったです。すごい。いや、これからですね、花火を打ち上げようと。はいはいはい。思っていまして。あんにゃ。あ、これ私、あれだな、お手伝いした方がいいかな。あ、お手伝いできるかな。デロン先輩、ちょっといいですかね。デロン先輩、私、ここにいるんですけど。どこだ、どこだ。あー、鳥居の下です。私は、じゃあ、花火の方を見てみようかな。いいですか。すいません、ちょっと、裏方に来て。いえいえ。すごい。じゃあ、そう、運営チャット行きます。運営チャットいいですか。ちょっといいですか。はい、お願いします。みどちゃん後で帰ってくる。はい、いってらっしゃい。はい。この友達が文化祭の運営だった時あるあるみたいな感じね。このこれ私あれ持ってたっけ？弓。何投げてんの私これ。これ何を投げてんの私。あ、釣り竿かこれ何投げてんのかと思った私釣り竿だったわ。ああ、ここら辺もね集まって、なるほどね。あとははい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 、あ、サンバカがいますね、ここにね。サンバカいますね。乾さんがギリギリ私が視界に入ってるかなっていう感じですね。みんな集まってるね。な、え、あ、俺さ、もしちょっとあれ間違うから、マジ釣り竿あれ釣り竿上がったかと思ったら釣り竿じゃない、多分。ああ、それか。うん、とんでもない上がり方するんやけど、あの釣り竿怖っ。なんだろう、実際にやったらめっちゃ怒られるめちゃめちゃに怒られるわこれ、ああ、彼女と来てる感じになってる乾がやばじゃん、これ。うわっ、何し何悲しき殺戮、何ちょっと待って、あー、すごいたまやーわーい。写真撮っとこう、スクショしとくか。あ、カエデちゃんいる。カエデちゃん、花火すぐ向けようぜっていう声も聞こえてないか。はい、チーズ。おるやんけー、おるやんけ。あ、ごめんって、違うごめんって肩をさ、ツンってやろうとしたんですよ、今。どうすか。あ、いた、めちゃくちゃ綺麗、すごい、やばいよね、すごい。来てるよ、後ろ。ここのはしごがあれな、花火のスイッチがあったとこやね。あ、これ、そうそう、花火のスイッチが。ああ、そうだったんだ。え、てかさ、この屋根の上登ろうよ、最後。じゃあ、あ、登れるかな。おおおおお、ああ、すげえ、いいねいいね、すごい。ちょっとすごい内部事情覗いちゃってる感じするけど、いいよ。あ、綺麗やな。すごい。ああ、ナイス。なぜ釣り竿を突き落としたみたいな形になったが、今事件現場を取っちゃったみたいになった。私今、私やばい瞬間。え、待って、結果死んだんだけど。鎧来たか、しかも今の瞬間。あ、いや、待ってよ、見たら。いや、怖い。ドラゴン祀ってあるよ、ここ祀ってある、神社の奥。え、それ奪ったの？まさかね。まさか、すげえよ、パクパクしてる。座布団の表現もすごない？奥チェストでしょ。すごー。どれで？なんだ、あれ動くんだろう。ああ、やばいな。何の仕組み？なんかすげえ。あ、どうも。やばいな。あー、いや、な、怖いの見た。目の前に委員長が落ちてきた。